きて。皆さんお疲れ様です。めちゃくちゃ酔った、めちゃくちゃ酔った、マジで乗ってたバスがね、すんげー揺れるんですよ。すんごい揺れる、すんごい揺れた。多分僕乗ってたところがタクシーじゃない、あれなんていうんだ、タイヤか、タイヤの上だったんですよね。で山をこう走行してたんで、もバイン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 よね。でいつものごとくちょっとこう事務処理してて、あんま酔わないんですけどね、ちょっとやばかった今日、長すぎた、危なかった。途中でもう吐いてやろうかと思ったんですけど、ぐっとねこらえてね、迷惑かけちゃいけないと思ってね、あの吐いたらごめんね、あごめんねとか思いながら、なんとかこらえて着いたんですが、今からですね取引先と、まあ明日訪問予定なんですけども、そこの取引先と夜に、まあ、会食という形を今から行ってきます。やばい、吐くかもしれないマジで。なるべくお酒飲まないようにしないと、吐く絶対に、吐くわ。ただいま。帰り。で、もうちょっとね、あのこれ本当に入ったら迷惑だから、取引先の人にごめんなさいと、ちょっと今本当に車用意してて、ごめんなさい、お酒なしでって言って、あのお酒なしでしてきました。すっきりしたかって、これ僕が知ってるアイスの実じゃなかった。もっとアイスの実ってあのなんつかね、あのカップに入ってさ。あの白と黄色と青を基調にしたパッケージだったと思うんですけど、え、これまさかこのブドウ、あ、めっちゃつばれた、ごめんなさいね。ブドウの、え、こんなやつが入ってんの、そりゃいいわ。時代も変わったんだな、こんなに。これは好きです。中身は氷なんですね。そうなんだ。でも違う、こんな染みついたやつないよ。これあのポップコーン、東方シネマズのポップコーンで言うと、キャラメルポップコーン普通の頼むと結構白いのあるじゃないですか。で僕なるべく友達とじゃあ一緒に食べるってなって、キャラメルポップコーン食べるときは、あのキャラメルポップコーン暗闇でもめっちゃ濃いんですよ、色。めっちゃ黒いポップコーンこうやって探して食べて、あこれ原液ついたやつだって楽しむんですけど、友達にめっちゃ怒られますけどね、白ばっか残るんで。それのやつだけを厳選したやつ、これ。ああやべえ、決まる、決まるわこれ、はあ、疲れた疲れた。これってこうやって食べんのかな、もしかして。ちょっとアイスの実の食べ方はして、あ、これアイスの実かよ、ん？アイスボックス？あれ？アイスボックスとアイスの実って違うっけ？あら？ごめんね。この4日間連続1日1食。まあ2日目かなんかにドーナツ朝ちょっと食べた記憶あるんですけど、まあそれを除けば全部1日1食、夕飯。なんか痩せた気がするんですよね。痩せた気がするな。筋肉だけが残ってる気がする。家に帰りてぇな。あの少しだけちょっとベッドで休んでお風呂に行ってきますね。さっぱりしてきますわ。吐かないようにしないと、お風呂でとんでもないことになる、怒られるから。ちょっとなんだよこれ、なんかめっちゃこのねアパホテルの着物っていうか、これ着るとめちゃくちゃ太って見えるんですよね。太ってないし、これ見て、胸、ね、ほら見て、お腹、これ、ほら、こんな、見て、ほら、ほら、見てこれ、ほら、なんか太って見えるんだよ。
まあ、親方効果ってやつだよね、やっぱり。それいいとして、ちょっと寝まして、まあ、ぶっちゃけちょっとじゃない1時間寝ておりました。でここ深夜2時までやってるんですよ、お風呂。今から行ってきたいと思います。で湯船めちゃくちゃ久しぶり。